NiziU と乃木坂46の魅力に迫る、アジアでのブームを紐解く最近、音楽業界で注目を浴びている NiziU や乃木坂46。彼らを叩く人もいる一方で、その人気の高さに驚く人も多いのではないでしょうか。今回は、彼らの魅力を探りつつ、アジアでのブームがどのように広がっているのか、について紹介します。NiziU の魅力と成長。 NiziU は、日本の音楽プロダクション、JYP、エンターテインメントとソニーミュージックが、でオーディションを行い、選ばれたメンバーで構成されたガールズグループです。彼女たちの歌唱力やパフォーマンスは非常に高く、その幼さからは想像できないほどの成長ぶりに驚かされます。SNS 上では、彼女たちの楽曲に対するコメント数や再生回数が非常に多く、その人気の秘密は何なのでしょうか。それは、彼女たちの無邪気さや明るさが詰まった楽曲やパフォーマンスにあると言えます。特に、彼女たちの歌唱力が際立つ楽曲は、多くの人々を魅了しています。そんな彼女たちの成長ぶりを見ていると、これから、ますますの飛躍が期待されます。彼女たちの活躍に目が離せないでしょう。乃木坂46のアジア進出。続いて、乃木坂46の話題です。彼らは、日本国内だけでなく、アジアでも、大きな支持を受けています。実際、上海や台湾などでアリーナライブを行った経験を持つ彼らの人気は、様々な要素が融合した結果です。何が彼らのアジアでの成功を導いたのでしょうか。それは、乃木坂46のメンバーたちが持つ魅力の一つにあります。彼女たちは、それぞれ個でありながらも、グループとしての統一感を持っており、そのバランスが称賛されています。また、彼らの楽曲もアジアの市場に適応しており、多くの人々に共感を呼び起こしています。彼らの歌詞やメロディーは国境を越えて心に響くものばかりです。アジアでのブームの拡大。NiziUと乃木坂46の成功を背景に、アジアでの系ポップや J-POP への関心が高まっています。例えば、韓国の音楽授賞式 MAMA が日本の京セラドームで開催されるなど、アジア全体において音楽の交流が盛んに行われています。特に、NiziUはまだまだ成長途中ではありますが、今後の活動を見据えれば、さらなるアジアでのブームが期待されます。彼らのアイドル活動を通じて、アジアの音楽シーンが盛り上がることは間違いありません。結末、NiziUと乃木坂46の成功は、時代の妖精NiziUと乃木坂46がアジアで大きな成功を収めている理由は、その楽曲やパフォーマンスの魅力だけではありません。彼らが持つ無邪気さや成長ぶりが、多くの人々に共感を呼び起こしているのです。アジアでの K-POP や J-POP のブームは、単なる一過性のものではなく、時代の妖精と言えるでしょう。さらなる成長が期待される NiziU や乃木坂46の活躍を、これからもぜひ注目して、いきましょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。